デロン・ワシントンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のプロバスケットボール選手。NBA の下部組織、NBA デベロップメントリーグのタルサ・シックスティ・シクサーズ所属。身長201センチメートル、体重95キログラム。ポジションは、シューティングガード兼、スモールフォワード。高校卒業後、バージニア工科大学に入学。大学で4年間プレーした後、 ドラフトにエントリー。2008年の NBA ドラフトで、デトロイトピストンズより2巡目59位指名された。2008から09シーズンは NBA ではプレーせず、イスラエルのハッポエルホロンでプレーした。2009年のサマーリーグで、ピストンズの一員としてプレー。平均8.2得点5.2リバウンドを記録し、存在感を見せ、サマーリーグ後ピストンズと契約した。 しかし、開幕直前に解雇された。その後、NBA の下部組織、NBA デベロップメントリーグのロサンゼルス、ディーフェンダーズにドラフト一巡目3位指名された。0級から10シーズン中にトレードで、タルサシックスティ・シクサーズへ移籍した。プレドラフト時の身体測定で、垂直飛び100センチメートル超を記録するなど、非常に身体能力が高い。 その超躍力を武器にスイングマンながら豪快なダンクやブロックを見せる。ありがとうございます。